こんにちは、ハミです。お元気ですか？ずいぶん寒くなりました。今朝は霜が降りました。ところで皆さんは自分を満たしていますか？自分を喜ばせていますか？何かやりたくなった時、興味を持った時、即行動する勇気を持ちましょう。失敗したらどうしよう。私にできるかしら。もう少し考えよう。そうして時間を置くと、たちまち時は過ぎ去ってしまいます。強運な人の特徴は、思い立ったらすぐ行動をすることだそうです。そういったところを真似て、私も生きていきたいと思っています。さて、今日もスタートしていきます。昭和の香りチャンネル、スタートです。寝癖？寝癖？イエーイ！分かってます！分かってます！はい。よろしくね。あなたを愛した。秋はもう去って感じるものは悲しい白い冬。もう忘れた全てあなたのことは秋の枯れ葉の中に捨てた。
はい、今日はここまでです。いかがだったでしょうか。美しい秋に満たされて帰ってきました。幸せです。さて皆さん、ピンときたらすぐ行動、何か思いついたら新しいことにチャレンジしてみませんか。新しいことを始めることに恐れを抱いてはいけません。いくつになっても新しいことは始められます。では次回またお会いしましょう。バイ。